こんにちは、リニニットです。はい、次はレースキャリッジでレース模様を編んでみたいと思います。EC1 スイッチオンします。そして呼び出し、今日使うのは 2-41 番。18段10目のレース模様です。これ0から10目ずつ20目取って両端に2目取ってます。で、この20目と21目の間にこのポイントカムのこの印が来るようにポイントカムをセットしてます。これは中心です。はい、この状態で、編成にしてセットで、もうこれP1 の方に模様が出てきてます。これで EC1 ストップキーをしておきます。で、ここから編み出しなんですけれども、このレースキャリッジは、この前の動画でご説明した通り、B ポジションから針を出すことができません。ですから、このままの状態で、まず、編み目ダイヤル5ぐらいですね、5か6で、まず1段いきます。すべての針出した状態で1段いきます。そしてちょっとくらいですかね、これ抜き糸を使います。この抜き糸をこの端のちょっとズームしましょうか。映ってないですね。ちょっとズームしすぎかな。こんな感じかな。ここ端の針ですね。この端の針、この端の針の左隣、左側は左隣の櫛刃から、右側は右隣の櫛刃まで、こういうふうに引っ掛けます。そしてこうやって引っ張っておきます。で、この抜き糸は針にかかってなくて、櫛刃の中にきちんと入って編み目だけをしっかり押さえている状態ですね。これで平編みで10段ぐらいでいいかな。このぐらい編みます。そして静かに抜き糸外します。はい、外れました。で、抜き糸はもうその手で何かに巻いてください。絡まないように巻いて、クリップか何かで留めておくといいです。はい、これで重りを下の方に、まずこのレースキャリッジについているこの重りかけますね。下の方にかけます。そして両サイド
これもちょっと下の方に、キャリッジ傷めないように下の方にかけます。そしてもう少し編みます。はい、それでは、レース模様を編んでみたいと思います。これはレース模様は、このレースキャリッジのレース模様はただこのここですね、この平編みをレースにする、これだけでただささこれだけで編むレース模様と、途中でレースから糸を抜いて寄せ目にして糸が通ってない状態で編むレースとあります。今から編むのはこのレース編みカムレバーをレースにするだけで編むレース模様です。はい、これで EC1 あるいはこの本体のストップキーを解除します。はい、でここは平編みからレースですね。カムレバーレース、これで編んでいきます。ゆっくりです。重り上に上げます。これ見えるでしょうか。このそうだな、こういう風にしたら映るかな。このレースキャリッジのこの中を見ててください。こういう風に針がこうやって一生懸命目を移してくれてるんですね。ですからゆっくり優しく編みます。下の森もちょっと上げましょうか。次で最後の段ですね。はい、これで18段編めたことになります。でこれちょっとストップキーをして、ちょっと平編みを入れて、同じくレースの設定だけでやるのをもう1種類やってみようと思います。次は24段28目ですから、28ということは両サイド14目ずつですね。まあいいかな、このままでいきます。はい、同じカードなので番号が違うだけなので、
まずクリアにします。そして呼び出し、次の番号が42番です。42でメモリカード入ってます。 24×24 段 ×28 目ですね。そして OK になりました。そうしましたら編成を押して OK、 これでもう模様が出ます。でこの状態で1往復はしないとキャリッジの方に情報が伝わりませんので、平編みのまま1往復します、はい、そしてごめんなさい。そして AC1 のストップレバー、ストップキー解除します。そしてレースキャリッジのカムレバー、平編みからレースです。でもう一つの模様を編んでみようと思います。少し重りを上げます。次でピーって言うと思います。23、これ次最後だよっていう合図ですね。24、はい、編めました。では引き続き寄せ目のあるレースやってみたいと思います。まず EC1 ストップにして P1 クリアです。でキャリッジのカムレバー平編みにして何段か編んでおきます。はい、では次は8段10目の寄せ目のレースです。番号が43番。呼び出し43セット、メモリカード入ってます。8段の10目ですね。セットで編成セット、これでもう模様が出てます。これでこの状態で1往復します、はい、これでキャリッジの方に情報が伝わりました。でこの状態で、EC1 のストップキーを解除します。でまずレース
ハムレバー、ハムレバーは平編みからレースです。そしてピーって今言いましたね。そうしましたらこのカムレバー寄せ目にします。そして糸口から糸を抜いて少しこっちキャリッジの邪魔にならないように手で手前に引いておきます。そしてピーって言いました。そうしましたら糸を糸口に戻してちょっと盛り上げますね。でカムレバーレースに戻します。そしてピーって言いました。そうしましたら糸口から糸を取って手前に引いておきます。で寄せ目にします。ここですね、寄せ目、レースから寄せ目にします。これ4段ずつですね。 1,2,3,4 とレースで、で糸を外して寄せ目にして5。あー糸が引っかかっちゃった。5、6、糸が引っかかりますね。1、あれ、なんでだろう。位置が悪いのかな。押しといた方がいいかな。ちょっと模様がちょっと崩れちゃいました。直せるかな、これ。多分こっちかな。こんな感じじゃないかと思うんですけど、隣の模様を見たらなんとなくこんな感じです。そして私は何段まで来たんでしたっけ。分からなくなっちゃった。もう1段ですよね。はい、でまた糸を戻して、糸口に糸を戻して、糸の針気をつけて、でレースにします。レースにしてまた1,2,3,4、これでどうもこれちょっと糸はこの横に、ベッドの横の方にかけといた方がいいみたいですね。で寄せ目にします。寄せ目にして4段、ちょっとここかけとこう。
3、4、はい、でまた糸口に糸を戻して糸の針でレースにして4段1、2、3、4、はい、糸口から糸外します。で寄せ目にして5、6、7、8、次はレースですよね。はい、レースに戻してカムレバーですね。はい、これで寄せ目が終わって、はい、ここでレースにして4段編んで、はい、あとはストップキーをして平編みで少し編んで外してみようと思います。まずこれ最初にやったレース模様ですね。こういう感じ、よくある典型的なこうひし形みたいな模様ですね。はい、次がこういう模様です。こういう模様、そしてこれが寄せ目、寄せ目のレース模様です。端は乱れましたけど中はきれいにできてますね。こんな感じ、この3種類やってみました。